2号は必ず個人 GP を入れようというのはずっと考えていて、こういうスキームを入れたいですって言ってるので2年ぐらい。スタートアップ同士 TV。 はい、皆さんこんにちは。スタートアップ同士 TV ガゼルキャピタルの石橋です。今回もですね、この番組は変化さんとイニシャルさんにスポンサードいただきながらお送りをさせていただいております。石橋さん、長友さん、いつもお世話になっております。今回もですね、前回に引き続きまして、朝日メディアラボベンチャーズパートナーの野澤さんにご出演をいただいておりますので、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。第2回の配信でもちょっと触れさせていただいたんですけれども、端的に申し上げると CVC あるある課題といいますか、報酬体系、そもそもいわゆるファンド業と言われるところには GP ジェネラルパートナーという概念が存在していて、簡単に言うと投資先が大成功をしっかり収めていただければ、その GP のポジションにいらっしゃる方々はちゃんとファイナンシャルリターンが返ってくるというところでは大きいボーナスといいますか、そういうのが入るような仕組みがあるんですけれども、 CVC あるあるではそんなの絶対無理じゃんっていうのが通説だったような気がしますし、逆に言うとそれができないからこそ CVC でなかなか人が定着しない、いろんな課題が起きていたと思うんですけれども、改めて野澤さんの中で見ていた CVC あるあるの課題感ですとか、どのようにしてそれを今回2号ファンドで乗り越えていらっしゃってるかみたいな、ちょっとお伺いをしていきたいなと思うんですけど、まずあるあるの課題感の整理みたいなところいただいても大丈夫でしょうか。課題感としては2つなのかな、はい、1つは今石橋さんおっしゃったような、はい、報酬ですね、うん、責任を負う割には報酬がないので、例えば会社によっては会社の制度の中での評価っていうことで返してるっていう考え方もあるかと思うんですけれども、うん、なかなかバランスが取れてないんじゃないかなというのは一つ課題としてはありました。おそらく他の CVC の方々の報酬体系とかも一部知っていらっしゃるのかなと思うんですけど、例えばそれこそ20億円を運用していて60億円のリターンになりました、差し引きして40億円ぐらいがプラスですってなって、めちゃくちゃ会社には利があるわけじゃないですか。普通の CVC さんだとそれってどのぐらい報酬として反映されるのか、まあこんなもんが相場感かなみたいなイメージなんですか。いろいろあるんで何とも言えないんですけど、はいはい、うちは多分反映されないと思います。そもそも、はい、仮に反映されたとしても、はい、やっぱり会社のルールがあるんで、うん、会社の中でいろんな事業をされてる社員がいる、でその人たちと同じ土俵の上で評価されるので、いやいや40億儲かったね、でもそんなにお疲れ様、はい、頑張ったねっていう感じで、じゃあちょっとボーナスが少し増えたねくらいだと思うんですよ。いやなんか乗る車変わったねとか、そういう感じには絶対にならない。もちろん僕らも含め業界の皆さん、お金のためにやっているっていうのはほぼほぼいないはず、はい、本当にそういう人あんまり聞いたこともないんですけど、とはいえやっぱり報酬バランスが独立系の VC さんと CVC さんあまりにも乖離してるっていうのはやっぱり現実なのかなとは思いますよね、はい、ちなみにその報酬体系以外の課題感でどういったところになってますか。そうですね、基本的には本社の人事ローテーションで人が入れ替わるっていうのがあって、例えば3年なり5年なりで人がこう変わっていくと、はいはい、そうすると投資担当者が変わりましたとか、はいはいはい、移動してきた側からすると投資期間終わっちゃって、はいはい、もう投資先とのコミュニケーションしかやることありませんっていう、ああそっか、タイミングによってはそういう可能性もありますし、はいはいはい、BS であればそこはないとは思うんですけれども、うんうんうん、そういう人事ローテーションで担当者が変わることによるコミュニケーションのロスみたいなものもあるかなというので、うんうん、なんとなく CVC ってそもそもうまくいかないようにできてるねっていうのは自分たちでやってみてこれはうまくいかない可能性は高いんだなっていうのはありました。なるほど、なるほど。逆にやっぱそこをシンプルに乗り越えていくとなると、冒頭でもある意味タイトル的に付けさせていただいたように、第2回の配信でもお話しいただいたと思うんですけど、 CVC ファンドに個人 GP が入るっていうのは僕の知り得る限り聞いたことなかったんですけど、国内でありましたっけ。ほぼないですよね。ほぼないんじゃないかなとは思うんです調べたことはないけど聞いたことがないので、おそらくないんではないかなと思うんですけど、しかもそれをなんかインターネット系の新興系の上場企業さんがやってるとかじゃなくて、朝日新聞グループっていう、僕からするとレガシーといいますか、大きくて事業歴史のある会社さんの中に実現するって意味がよく分かんないけど、なんかそもそも割とスムーズに決まったんですか。いや、どういう流れがそうなるんですか。そうですね、遡ると1号ファンドを立ち上げるタイミングで、はいはいはい、当時の社長補佐役の方、はい、社外の方なんですけど、うんうんうん、この方にこういうファンドを立ち上げますという話をさせていただいた時に、うんうん、あ、君たちはお金自分の入れるのって言われて、あ、いえ、入れませんって言ったら、おかしいね、人のお金をただ使うだけなのって言われて確かにそうだな、それはなんか考えなきゃいけないことなんだなというのがそもそものきっかけで、1号ファンドの頃からこれは
どうにかしなきゃいけないという課題としては持っていたんですけれども、うんうんうん、1号ちょっともう時間がなくてですね、うんうんうん、そこをこう調整しきれなくて CVC のスタイルで出発して、うんうん、2号は必ず個人 GP っていうのを入れようというのはずっと考えていて、いろんなタイミングで社内のステークホルダーの役員の皆さんに2号をこういう形でやりたいです、うんうんうん、ちょっと個人でもお金を入れることになるんです、うんうんうん、みたいな話をずっとしていたんですけれども、その時には分かったっていう反応だったので、はい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 、理解はされていると思っていたんですが、はい、そんなことはなかったなっていうのが話の顛末にはなります、うん、ちなみにやっぱ1号ファンドの頃は個人 GP 入られない格好で始めていらっしゃった中で、もともとの CVC あるあるの課題が、ね、やっぱり顕在化していったんですか、その定着人がしないですとか、それこそ報酬体系がというところから、他の CVC さんどことは言いませんけれども、やっぱり代表クラスの方が報酬体系だけが原因ではないと思うんですけど独立されていかれるというか、本当によくあるなと思っていたんですけど、朝日さんと同じことが起きてたんですか、ね、我々は幸いなことに移動のローテーションにも乗ることがなく、うん、継続するんだよねっていうような話で動いていたので、はい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 、理解はすごいあるんですね。そうですね、そこについてはすごく理解してもらったなと、担当者変わるとやっぱり難しいよねっていうのが理解されたみたいで、僕らはそこ変わることはなかったんですね、うん、で報酬の方はもらえたらもらえた方がいいよねと、ただ結果も出てない段階でしたので、うん、それを言うのはまあちょっと早いよねと、結果が出始めたらそれを考えればいいかなとは思っていたんですけど、うんうんうん、そういう意味で言うと1号で顕在化したわけではないんですけれども、うんうんうん、いずれそういう課題が出てくるなっていうのは分かってはいたので、はいはい、どうにか対応しなきゃというふうには考えてました。なるほどですね。ある意味ではそれで個人 GP が入ることでほぼ対策が打ててるような状態なのかなとは思うんですけれども、もう一つ単純に僕が気になるのが、3人いるんだっていう CVC でパートナーの人がちゃんと3人とか複数いるっていうのもかなり珍しい方なんじゃないかなと思うんですけど、これもやっぱ珍しいですよね、きっと。多分珍しいんじゃないかなとは。野沢さんもちろん代表でいらっしゃるのは分かるんですけども、1号ファンドから皆さんパートナーだったんですか。そういう意味で言うと投資の現場の担当者ではあるんですけれども、うんうんうん、いわゆる投資委員会のメンバーではなかったんですね、うんうんうん、ただ投資のことっていうか投資先のことは一番よく分かってますし、うん、2号で1号よりもパフォーマンスを上げようと思った時に、うん、それを生かさない手はもちろんないよねって言ったところで、うんうんうん、じゃあ投資委員会にも入ってもらう必要があるよねであればパートナーなんじゃないっていう、そういう考えですね。個人 GP になることでざっくりファンドリーとも約10年間ぐらいはしっかりコミットメントのスタンス出すっていうのと、はい、でしかもそれが複数人いらっしゃるっていうのは CVC ってもはや言うべきなのかよく分からなくはなってきますけど、企業家の方もやっぱ絶対安心感あると思いますし、ちなみに調整って何年来ぐらいのプロジェクトだったんですか。 こういうスキームを入れたいですって言ってるので、はいはい、2年ぐらい帰国して話をするタイミングで2号ファンドはこういうことをみたいなのは話してました、うんうん、実際に経営会議なりに測って紛糾して、うん、そこから着陸させるために半年以上かかってますかね、うんうんうん、ただ逆に言うと足掛け2年あればできるっていう話ではあるんじゃないかなと、なかなか一般化できるかわからないんですけど、でも本当にこれが増えると VC でやっぱり僕キャリアバスが全然ないなとは個人的にすごくそれも課題なんだろうなとは思ってまして、もっとキャピタリストが広がればいいけど自分で独立してっていう人もなかなか少ないです。ハードルも高い中でもはや野沢さんたちは半分もうほぼ独立系 VC なんじゃないかってところ思うんですけど、でもやっぱりその CVC の中でもっとパートナーとか個人 GP の選択肢が増えてくると業界がもっと良くなるなと思ってるので、うん、めちゃくちゃいい事例を朝日さんたちが作ってくださったなと本当に忖度なく思ってるので、ぜひ大成功していただいて、やっぱこれがベストプラクティスだよねみたいなところはぜひ証明していただけると元 CVC 出身者としても非常に勝手ながら嬉しく思っておりますので、ぜひ僕らとしても投資業としても今回のメディアでご一緒させていただきましたが、また連携もさせていただければと思っております。ぜひですね、皆様はもうすでに業界関係者の中では個人 GP になったんだっていうのは知っていただいている方多いとは思うんですが、そういうスキームとかもっと詳しいところご関心ある方は野沢さんないしは他のパートナーお二人にもご連絡ご相談いただければとは思いますし、こういうスタンスでやってる CVC さんだからこそやっぱり起業家の方は安心感を持ってコミュニケーション取れるかなっていうのは本当に間違いないことかなとは思っておりますので、概要欄の方にも URL 等を記載をさせていただきますので、お問い合わせとかコンタクトをぜひ送っていただければなと思っております。それでは野沢さん、全3回にわたりました最後までご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんも最後までご視聴いただきましてありがとうございます。次回の配信もぜひ楽しみにしていただければと思っておりますので、チャンネル登録してぜひお待ちください。それでは次回もお会いしましょう。さよなら。